こんにちは、ポルケパルケと申します。こんにちは。今からですね、30分間くらいちょっとライブをさせていただきたいと思っておりますので、見に来てくださった方も、そしてたまたまあのここに居合わせた方もよかったら楽しんでいってください。じゃあ早速行きましょうか。1曲目ですね、スタンドバイミーをいただきます。
私たちトルクパルキはですね、フラメンコバイオリニストの海藤さん、フラメンコギターリストの。いや、マジで、本当ごめん、本当にごめん、本当にごめん。そうだよね、そうだよね、ここ合わせたらね、フラメンコバイオリニストだよ。ギタリストね。ギタリストの海藤さんと、あとバイオリニストのマサさんと、はい、ボーカルの方で3人で活動してまして、いつもね、中野の公園でやってるんですよって言いたいんですけど、最近寒くて全然やってなくてですね。時間だけ決めて、あこの前はね、エビナとか行ったりとか、前川越とかにロジャライブ行ったりとかっていう感じで活動しておりますので、もし何かあったら、ポルケパルケで検索していただいて、YouTube もインスタもツイッターもやってるんで、ここでライブやりますよっていうのを報告したいと思うので、よかったら、見ていただけたらいいかなと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ、次の曲いっちゃいますか。次の曲は100万回の I love you っていう曲なんですけど、多分知ってるのも知ってますよね。なんかカイトさんの多分なんか初恋の歌でしたっけ。ごめん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 、なんかそういう歌らしいんで、ちょっとその気持ち、自分の気持ち込めて歌いたいなと思います。恥ずくなる。めちゃくちゃ恥ずくなる。俺の恥ずくめちゃくちゃ恥ずくなる。愛してるの言葉じゃ
演奏してたんですよ。でそこに私が出会ってですね、3人になったんですけど、ちょっとここからはせっかくなので2人のデュオも楽しんでいただきたいと思うので、私1回抜けまして2人のデュオを楽しんでください。はい、ということで皆さんどうも来てくださいありがとうございます。拍手そう、この3人に至るまでにですね、僕とまさくんと、サシは2人でやさせていただいてたんですけれども、もう寒い寒い3月の29か28だかするぐらいで、ね、今年のね、路上ライブをしてたんですよ。で、すんごいちっちゃいアンプを使ってすんごいちっちゃな音で、すっごいうるさい新宿南口路上ライブしてたんですね。で、1人の女性がポツンと前に立っててすごい寂しそうな顔して見てたんですよ。で、それがまさくん、まさくんって僕、なおちゃんそんなちっちゃい音でやらないでください、いい音出してるんでこのアンプでやってくださいってこのアンプを貸してくれたんですよ。でそこからズブズブの中になったという感じなんですね。はい、という感じで3人が結成したということでございまして、ちょっと今日はね、まさくんと2曲お送りさせていただこうかと思います。曲の説明は多分曲名を言えばということで、バイオリンといえばあの曲といえばバイオリンがすごく有名な、そっちかなんだっけ、魔女の宅急便とかで、ね、すごく有名な、海の見える街というものを、やらさせていただきます。よろしくお願いします。Thank you.
ということで、ハタがね、3回も4回も、バタンバタンしているわけなんですけれども、お送りいたしました、海の見える町でした。ありがとうございます。まさくんはポップスのね、マルチバイオリニストとして、活動させていただいておるような感じですけども、何かお話とかは。そうですね、みんなの好きな曲をやるっていうのを慎重にしてやっております。ジャズでも、自然もロックでもやります。っていうなんか面白いバイオリンをね、この世の中にどんどん広めていきたいなって思ってまして、クラシックだけじゃなくていろんなことができるんですよっていうことですね。みんなに知ってほしくて、変なバイオリンやってます。マサです。ありがとうございます。続いてなんですけど、はい、続いてなんですけれども、先ほど僕が、順番を間違えてしまったあの曲をやろうかと思います。博士太郎さんの情熱大陸、やらさせていただければと思いますので、ぜひ耳をかっぽじって聴いていただければと思いますので、よろしくお願いします。続けてお送りいたしました、バイオリンマサー。
では、うちの花形をこちらで迎え入れて次の曲を行くがてらですね、私は右手のストロークが大変忙しいためですね、もう右手が限界を超えておりましてですね、ちょっと休ませていただきます。お話よろしくお願いします。それね、お話よろしくお願いしますって言われたんですけど、私ね、出会いの話をこの間にしようと思ってたのに、さっきやったから、おい、やったじゃんと思って、ちょっと、あれと思ったんですけど、私もう一個ね、言いたかったことが、私、楽器できないんですよ。で、楽器できなくて、で、フラメンコのバイオリン聞いたの初めてだし、あ、こっちか、フラメンコのギターを聞いたの初めてだし、いけるよね、いけると思うもん。いけると思うもん。だし、バイオリンを聞いたのは初めて で何よりびっくりしたのが、なんかバイオリンってフレットがないんですよね。そう、フレットがね、このなんかこのなんかこの線みたいなやつがないんですよ。だからこの指の押さえる場所でなんか音程作ってるんですよね。だからそれがね、ちょっと意味が分からなくてだからなんか次の曲とかちょっとこの指先とかもマジ見といてください。めっちゃ動くんですよ。ウニョウニョしてるし、なんかこうやってビブラートとかかけ出すんですよ。てかそれをちょっとなんか見てほしいなってちらっと思ってました。以上です。以上です。話したいことはこれです。何か言おうと思ったんだけどな。もっともっと続けていい。ちょっと忘れちゃったんだよね。でもね、ボルケパルケの名前の由来を、名前の由来をお願いします。あ、ボルケパルケの名前の由来がスペイン語で公園、パルケが公園で、ボルケがなんでっていう意味なんですけど、もともと私たち公園でずっと練習をしてたんですよ。そう、練習兼エンジョイっていうことでみんなで音楽やろうぜみたいな、来た人たちと一緒に演奏とかはしてたんですけど、それで出会ったりとかしてたので、それでボルケパルケ公園だからみたいな感じのネーミングにしてたんですよ。よかったら YouTube、Instagram、Twitter とかもやってるんで、よかったら見ててください。行くか。はい、行きましょう。次の曲はですね、ポルノグラフィティさんのアゲハチョウを歌いたいと思いますので聴いてください。ひらりひらりと舞い遊ぶよ、見せたアゲハチョウ、夏の夜の真ん中、月の下、喜びとしての夜、海を帯たブルーに、この果てに似ている至福の雨。
ですよ。嬉しい、何これ、横から見て見るやつじゃん。幸せマジで。よくぞいらっしゃった。よくぞいらっしゃいました。ありがとうございます。ここでですね、最後の1曲目に入る前にですね、なんと重大なお知らせがありまして、うちのメンバーのカイト氏がなんと来週誕生日なんですよね。そうなんですよ、ハッピーバースデーカイト氏も送ろうよ。私メッセージ個別にいただきまして、やってほしいんですって言われたんですよ。めっちゃ暖かくないですか？ね、そうそう、本当に曇りなの。そう、後ほどじゃあこの次の曲はそんなマイピスさんに、マイピスさんにファイト君から送る、ラララララブソングを送らせていただきたいと思います。みんなもノリノリで笑おうね、笑おうね。あ、そうだ、報告がありまして、なんとですね、来月も私たちここでライブをさせていただくことになったんですよ。12月の18日の土曜日の3時半同じ時間から始めて30分間のライブになりますので、よかったらお越しくださいませ。あとでね、これ作ってくれたんですけど、トマニカフェさんが、なんでこれをちょっとお配りしたいと思うので、よかったらちょっと手に取っていただければと思います。では最後の曲いきますか。
やりますか。やりましょう。じゃあ何の曲やるんですか。あれ、え、皆さんご存知の、どの年代の方もご存知のキューティーハニーやりたいと思います。みんなご存知かと思うので一緒に乗っちゃってください。